にちは。あ、こんにちは。4時に来てるので。あ、見たね。先ほど LINE の中で出社してます。あ、先ほど17時15分の予定だったので、3分の3分の3分です。16時。最後のグレードとは、した。全然終わっちゃって、あ、はい、はい、そうしましたら、カウンセラーが来るまでですね、はい、この受付表を書いていただいて、はい、でカウンセリングチェック項目ございますので、裏面もございます、はい、で、こちら、問診票を書いていただいて、で最後、規約ございます、当初あるので内容を読んでいただいて、はい、問題なければ最後この名前書いてですね、はい、お待ちください、はい、で途中でなんかわからないところだったりだとか、あとは書き終わりました、こちらのボタンを押していただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。Thank you.
はい。こんにちは。こんにちは。カンセラーの友方と申します。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご機嫌は大丈夫そうですか、ね、まだ。ご不明点ございますか。いや、今のところないです。大丈夫ですか。多分ゆっくり書いてたりもけど。はい。書き終わったやつからじゃあ始めてもよろしいでしょうか、ね。あ、お願いします。ありがとうございます。あ、ちょっと待ってもらっていいですか。はい。皆様にですね、はい、対応品質向上のため の、はい、あのレコーディングのご協力お願いしておりますので、はい、ちょっとよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。あ、もう合計期間の方は終わってらっしゃるんですね。あ、27年間目に終わりました。あ、そうでしたか。なるほど。その時に、はい、結構それまですごい余裕のあった皮を取ってしまったような感じがあって、はい、その包茎手術完治した後に、はい、その状態で長径でプラス5センチまで伸ばせるという皮が足りるのかなってちょっとあったりするんですけど、あ、そこはもうその後診察で拝見させていただかないと、はい、あの何とも言えないですし、あとはそもそもその、まあ、埋まってる量っていうのは、あの何かを付け足して伸ばすわけではなくて、体の中に埋まってるのを引っ張ってきてあげるんですよ。はい、ですからどのくらい埋まってるかっていうのは個人差ありますんで、はい、それはこの後診察で拝見しないと何とも言えないですよね。はい、だからそうですね、うん、そしてもありました。残ってる皮の量って関係あります？関係あります、はい。あ、そうですか。皮が足りないと、眠ってる分、埋まってる分があったとしても伸ばしきれない皮の量までしかできないという可能性がありますね。そうですか。実際そのあれですか、なんか抜けした時になんか引っ張られる感覚とか突っ張ってる感覚ってあります？あります。あります。なるほど。湘南美容外科で、はい、言われたんですか。なるほど。この時されたのって包茎治療のみですか？あ、そのです。なるほど。止まりました。で、今麻酔の合計が包茎治療で使ってますもんね。そうしました。今日お越しいただいたのっていうのは、もう包茎治療終わってらっしゃるんで、まあ、サイズアップっていうところですかね。はい、できるだけ伸ばしたいので。できるだけ伸ばしたい、そうですよね。もう私年間で、ね、1500人ぐらいの人とお話しさせていただくんですけど、100人来たら100人大きくしちゃいけないんですよ。あ、そうですね。もう大きくて困るとこないです、じゃないですからね。男子はそうですよね。
そうですよね。で、ただ結構人によってやっぱ何のために伸ばしたいかっていうのがいろいろあるんですよ。例えば大きさがコンプレックスで、お風呂行った時とかトイレとかで人から見えないのが嫌だから大きくしたいって人もいれば、性行為とかの時にパワーアップさせたくて AV ラインみたいに大きくしたいっていう人もいらっしゃるんですけど、目的としては性行為のためって感じですか。なるほど、なるほど。で、じゃあ長く大きくして成功能力のパワーアップがしたいってことですか。はい、役立つために。わかりました。で、性生活に自信を持ちたいっていうのは、もうこれは大きさをパワーアップさせて、はい、もっと楽しみたいというところですか。はい、わかりました。まあ、でこの包茎治療もそうだったと思うんですけど、基本的にはもう外科的な手術になりますので、はい、まあ、何かやるってなった場合は、やっぱりこう性交渉とか、はい、マスターベーションとかできないように安静時間というのが出ますので。あ、これもそうなんですか。もちろん出ます、はい、あ、そうなんですね、はい、もちろん、まあ、治療内容にもよりますけれども、はい、まあ、短いもので性行為マスターベーションだと、まあ、2週間、長いと1ヶ月。この腸経手術もそんなにかかるんですか。内容によります。あ、そうなんですね、はい、そこは大丈夫そうですか。大丈夫です。わかりました。ちょっと終わりました。じゃあ、性行為の部分で大きさを大きくしたいというところですね。はい、あと何か他に気になっているところありますけど、これ拝見すると脱毛と多汗症とか今ちょっと興味が終わりだっていうのは分かったんですけど、はい、他に何かありますか。さっきチンチンが皮の量で引っ張るとかって話だったじゃないですか。はい、ってことは、もしかしたら包茎手術してないままに腸経手術を受けた方が都合が良かったとかっていうのはあるんですか。ですね、基本的には一緒に受けるのが一番がベストなんですよ。あ、そうなんですか。伸ばした状態で切れるんで、はい、それができれば一番ベストなんですけど、はい、でも当時最近やっぱり他のクリニックさんで、はい、もう過去の腸経は終わってるけれども、それでもやっぱ伸ばしたいっていう人が多く来られています。あ、腸経終わったけどまた伸ばしたい。包茎、あ、包茎は、はい、皮の調整は終わってるけどもっとやっぱりパワーアップさせたいっていう人が多いんですよ、はい、でその場合対応できる医師っていうのが、はい、うちのこの院長含めてトップ3ぐらいしかできないかなと思います。はいはい、他でも包茎治療して皮切ってやって、でそれでももっとサイズアップさせたいっていうことであれば、はい、それができるかできないかっていうのは実際ちょっとできる執刀に確認してみないと何とも言いませんので、はい、診察の時にお写真撮らせていただきます、はい、でそれを執刀医の方にこの画像で送って見てもらって、はい、でできるできないっていうのが分かります。はいはい、できない場合っていうのはもう難しいですね。はいはい、その場合はこう、手術伸ばすというよりかは、はい、まあ、人を大きくするだけの人を増大率がいいんじゃないかなと思います。はい、はい、なんか当院選んでくださった理由ってあるんですか。YouTube 見てたら結構頻繁に流れてくるので、はいはい、興味を持って、まあ、動画とかって見たりしたんですけど、他のところでも自分じゃ違いが分からないなと思って、うん、安くで受けられるなら安くで受けられた方がいいかなと思って。あ、それでご指導ですね、はい、ありがとうございます。これってですよ、はい、例えば、はい、未成年の大体10代後半とか、はい、その時期に受けた方がより都合がいいとかってそういうのあったりします。あ、そうですね、基本的にかぶってると、まあ、衛生関係が悪くなるんですけど、はい、あとやっぱその気道が健全に発達していかないっていうのがありますね、問題点として、はい、ですから気道って大体25歳ぐらいまで成長するって言われて、まあ、もちろん個人差ありますけど、はい、大体25歳ぐらいまでって言われてるんですけども、まあ、大きくしたいんであればなるべく早いうちに皮取ってあげる方がいいとは思います。あ、気道が正常に成長しないっていうのは大きさの面で結果が違ってくるってことですか。あ、そうです、そうです。あ、そうです。他にはないんですか、違いは。
例えばあの病気になりやすいとか、あもちろんその辺 の, あの衛生環境の悪化のリスクっていうのがありますね。はい、うん、まあ、かぶってると基本的にはこう蒸れた湿潤環境っていう状態が、はい、あの作られてしまうので、また皮取ってあげて人を常にむき出しの状態で、まあ、乾燥させておいた方が、あのそうやって雑菌とかウイルスとかが繁殖しない清潔な環境にもなりますから。はい、うん、ありがとうございます。まあ、でもこれだいぶ早い方だと思うんですけど、当時結構いましたね。いや、わかんないです、誰も相談してないんです。あ、確かに、まあ、ね、言うことじゃないですね。今じゃ皮の方は綺麗に抜けた状態ということですよね。あ、もうずっとその当時から。あ、なるほど、わかりました。じゃあ大きさの部分だけですよね。じゃあちょっとこのね、ボッキジに突っ張り感があるっていうのはちょっとあのここも含めて申し送りしてきますので、はい、ちょっとあの準備してもらいますから、あの少しお待ちください。はい、では、すみません、一旦失礼します。ポンとパンとですね、膝の上ぐらいまで下ろしてもらってよろしいですか。じゃあ準備できたらお願いします。まず長さが110ですね。横幅が35、人のところが40の38、周囲径が100ですね。コーヒー余剰は1プラスですね。外盤1プラスの内盤1プラス引っ張ります。140ということですね。
あのプラス3度ですかね。公約はなしで、共同化率もなしですね。コーヒーにじれマイナスの陰茎にじれマイナス、炎症もなし、余剰酸もなしですね。癒着突っ張りもまあ、まあちょっと1プライ1プライでいってみましょうかね。PPP なし、長径効果は中華だ、あの代理か。平剤が、5cc でいきましょう。まあ、今あの診察したんですけど、長さを長くするのと、ちょっと気筒を大きくするっていうところの、あのメインで言ってよかったですかね。どういう風にしたいっていうのは希望なのあります？希望とかできる限り長くしますっていう感じですね。わかりました。一応今人体の方を抑えながらね、どれぐらい引っ張り出せるかなっていうところで実践シミュレーションしたんですけど、まあ最大で30ミリぐらい伸ばせるんじゃないかなっていうところでありますね。で、長径長くする方に関しては、まあ、いくつかタイプがあって、その糸であのくりつけて引っ張り出してくるものから、しっかりこの人体のところ切開して引っ張り出してくるものがあるんですけど、人体切開して引っ張り出してくるっていう風になってくると、まあ、しっかり麻酔をして手術をして、っていう風な感じになりますね。で、まあ、勃起時も3センチぐらい伸びるんじゃないかなっていう風な術前の予想ではあります。例えばその、まあ、2時間ぐらい手術になると思うんですけど、お顔の上に、ね、例えば布とかが乗っかる状態で2時間我慢とか特に問題ないですか？顔に何が乗っかるんですか？布とか乗っかったりとか特に問題ないですよね、はい、あ、わかりました。あとは、まあ、その気筒土台に関してですね、まあ、その結構気筒のサイズがもともとサイズが大きいので、ヒアルロン酸注入もありかなと思います。マークとしては多分 5cc ぐらい巻けるんじゃないかなと思うんですけど、それで人と測るのがいいんじゃないかなと思いますね。で、この後実前後の、ね、写真とか見せてもらえると思うので、そこでよくあの検討の方してください。何、はい、か質問あります？キャンペーンでできる4800円の超軽術と無料でついてる 0.5cc の人とやって、その範囲でやってほしいなと。ああ、わかりました。まあその辺のことはね、この後カウンセラーからまた話し合いますので、じゃあ着替えてください。
はい。お待たせいたしました。すいません、お待たせしまして。はい、で、一つ上の上司のお取り組みお写真と、秘密を付けたですね、距離の方に。で、今これご乗車としてはですね、陰茎の直径っていうのは顔の長さで、190というのはめちゃくちゃでかい。で見えてる部分以外、まあ、体の中に埋まってるのが30ミリぐらい、3センチぐらいになってます。ですからそれを引っ張り出してる長距離というのは効果を期待した非常に大きいです。ああ、じゃあ埋まってる部分全部引き出せるってことですか。術式によります、ね。はいはい。いくつかありますね。プラス5センチっていうのは自分の場合は3センチしか埋まってなかったから3センチですか。そういうことです。あ、はい。で、あとはまあ顔の横幅 OK、これは何十で。で、気筒も大きいですね。間周経点のブレットを注射した場合で、間を経ての仮面が、で、突破を経ての仮面が、で、これ以上もっと大きいでしたということであれば、ヒアルロン酸を入れていきます。で、この人の仮面を入れていきますけれども、入れたのとはですね、多分8日ぐらいの重量で入ります。入るんですけど、あんまりパンパンに入れすぎるとですね、安全上良くないんですよ。腹八分のっていう言葉があると思うんですけど、ある程度余裕を持たせてあげる方が、安全上はいいので、適正量っていうのが 5cc ぐらいです。で、あとはまあ皮はもう本当に綺麗な状態でしたので、よく飲んでみないと思います。以上、5分目点ございます。これ写真撮ってもいいですか？あ、ダメですね。これは、はい。人で無料でついてるのって 0.5cc ですよね。そうですね。そうですね。ですから、まあ、適正量が 5cc なんで、はい、まあ、10分の1です。で、どっちみち 0.5cc 入れるにしろ、5cc 入れるにしろ、うん、入れたヒアルロン酸っていうんですか、うん、それは時間が経つにつれて、溶けていって、元のサイズに戻るってことですか。ヒアルロン酸って2種類あって、はい、一つはやっぱりこう吸収されて分解されて最終的にはサイズと形は元に戻るものが一つ、はい、でもう一つは、しっかりも長い年月かけて、はい、まあ、徐々にゆっくり吸収されていく過程で、はい、ヒアルロン酸が入ってた場所に自分の細胞が入っています、はい、で自分の細胞っていうのはそこの周りの細胞とくっついて組織になってとどまろうとして形を残そうとしていきますので、はい、大きさとか硬さっていうのがある程度維持できるっていうのがあります。はい、ですからヒアルロン酸自体としては最終的には全て体の中に吸収します。はい、ヒアルロン酸が自分の体内に有害で何かしらの病状というか細菌というか何を発症するというのは、合う合わないというのは正直体質によってあったりします。はい、で、合わない場合ですと、まあ、気筒壊死って言って、はい、まあ、気筒がこう腐っていったり、はい、でそういったもし症状がある場合は、ヒアルロン酸分解する注射っていうのがあるので、はい、まあ、そういったのでこう早急に対応させていただくっていう感じです。あ、そうなんですね。それは気筒に黒ずんだ色とか変色が見られたらどうですか。いや、まあ、例えば痛みとか腫れとか出血とかそういったものですね。はい、
まあ、基本的には当時24時間体制で、あの医師がその画像とか LINE とかで送っていただければ、はい、その受け入れ対象になってますので、はい、まあ、それで送っていただいて、でもし処置が必要であれば、あの医師の方から返信するという感じになってますね。はい、それは24時間体制で自分でここまで来れば対応してもらえるとか、はい、あの LINE で送ってください。まずは画像、はい、で LINE で送って、これは術でヒアルロン酸を分解する必要がありますねってなったら、24時間体制でいつでも自分がここに来て、そしたら中枢かなんか対応してもらえるとか。それはないです。24時間で営業時間中でって感じですね。今回の 0.5cc 無料っていうのはどっちのヒアルロン酸なんですか？いや、一般的なやつです。半年ぐらいで持ってる。あ、そうなんですか。はい、ってことはずっと体内に残り続けて、それがいずれは細胞かなんかが原型をとどめるとのヒアルロン酸っていうのは全く別の種類のヒアルロン酸で、金額も違ってくるってことですか？おっしゃる通りですね。あ、だいたいどれぐらいなんですか？まあ、金額はこの後するんですけど、まず、あとその調整なんですが、今あの写真見て、一人の方からですね、できる治療っていうのが、はい、まずいくつか、もうそのですね、この調整術なんですけれども、3つおしゃれがあって、で、クーポン配ってこのお試しの CT トライアルっていうものと。はい、まずこの CT トライアルってやつなんですけども、ここのここ、お腹がここに今あって、外に出てるのが今見えてるところですね。これがこの110人なんですけど、この中なんかがまだ続いててですね、この恥骨と人体2本でつながってます。で、この天然人体がおじいちゃんこう体の中に引っ張り込むだけであって、例えば座ったりした時におじいちゃんに引っ張られますし、寒いとしおじいちゃんに病気とかこの中に持ち込まったりすると思うんですけど、それはこの同じ人体っていうのが見えてます。で、表現するのは作業医師だというのが引っ張ってきます。この人体に引っ張ってきます。で、そうするとこの引っ込む力に毒がかかるので、トライアルに関して言うと、このワナジンタの、まあ、ほんのりついたりですね、に糸を張っています。あるいは、最終的に2つ棒を置いたりすると、糸と針がジンタに届かなくて、この手前にある、まあ、角膜層っていうところに力を作用できませんので、まあ、そういった場合っていうのは、まあ、ロックとしては弱いんですよね。ですから、埋まってる分で言うと、まあ、大体 10% から 20%、どのくらいで効果なくなるかというと、これは個人差なんですけれども、大体まあ早い方が半年ぐらい、長い方でも半年ぐらい、で元に戻る。それが元に戻るというのは、この体内に入っている糸はどうなるんですか？抜歯もできますし、残しておくことも可能です。形は戻るけど、糸は体内に残った場合ですか？あ、そうですね、取れない場合もあるので、それから残しておく。これはもう有害じゃないですか、この糸って。糸っていうのは手術用の糸なので、まあ、残しておいて何かなるってわけではないんですけれども、まあ、やっぱりそういったところが異物が入った感じっていうのを感じる方もいらっしゃいます。で、抜歯の場合はまた出て有料で1万1000円とか。で、なんかこの手術用です。で、この切らない調整術っていうのは、おちんちんぐっと引っ張り出したりして、で、この深いところに人体全体に複数の糸を引っ張って伸ばした状態っていうのを維持します。これ、罠人体ということですか？はい、そうです。
人体のほんの一部、あるいはその人体の手前のところにかけるのと、人体全体の深いところにしっかりと。この CT なんとかってやる人っているんですか？あ、おりますよ。いずれ戻るって分かってるので。分かってるね。そうですね。あ、そうですね。あと大丈夫ですか？質問最後に受け付けますので、とりあえず全部お話しします、はい、で、まあ、飲みた状態で入院します。で、8割9割になっております。で、効果は基本的に反映です。ただ、体型が変化した場合、お腹がもっと出てきて皮下脂肪でお腹が前に出てきた場合は、もちろんその分伸びた状態では維持できますけど、見えてる分というのは差が減りますね。逆に、痩せた場合っていうのはもっと表に出るんですか？そうですね、質問最後に受け付けるので。ああ、ごめんなさい。で、このトライアルと切らない調形術に関して言うと、状態ですと、こちらです。え？できないです。あの、皮の余剰が少なすぎるんですよ。で、あと体型的な問題ですね。はい。やっぱり、下腹部がですね、こう、ふくよかな方っていうのは、伸ばして、ここ、わかりますかね、このくぼみ、手くぼみみたいな。はい。こういうふうにこう表皮に糸をこう引っ掛けて、で突っ張った状態を作るんですよ。で、お腹がですね、結構ふくよかな方って突っ張りが結構強くなるんで、まあ、痛みとか違和感感じやすいんですよね。ですから、ね、これっていうのは今のご体型ですと、体型とあとその皮の状態ですと、まあ、ちょっと難しい。あ、切らない直後難しいですか？できないですね。できるのがもうこの切る方一択ですね。これしかない。はい。で、たださっきのこの切らない直径に関して言うと、勃起時は伸びないです。通常時は長くすることができるんですけども、勃起した時に、おちんちんぐらいと伸びて外に出ようとするんですけど、この人体がある限り、外に出ないと突っ張っちゃうんですよ。ですから勃起時は変わらないです。通常時は勃起時に近づけてあげることができますけど、このまま伸びていくということはなくて、このまま勃起する。で、勃起時伸ばすためにどうするかっていうと、この手の内で引っ張ります。手の内人体引いて、奥の手人体に糸を引っ掛けて、奥の方から引っ張り出していきます。で、こうすることで埋まっている部分、まあ、ほぼほぼ 100%。周りにこの人体の引き込みが強い方ですと、100% 超えて出てくる方もいらっしゃいます。まあ、個人差ありますよね。で、勃起したとき、ぐーって伸びていくんですけど、この我の人体がなくなってますから、人体によって突っ張って、もうこれ以上いかないという限界を超えて伸びていきます。ですから、勃起時伸ばせる可能性があるというのは、この人体切るしかない。切開状況、切った部分。で、あとはその皮の状況とかも考えて、皮が突っ張らないように切っていく必要性があります、ね。だから特殊な感じですね。さっきね、方形と長形一緒になった方がいいのっていうことだったんですけど、うん、これまさにその通りで、皮が余っている状態だと伸びた時になって切ることができるんですけど、もう既に皮切っちゃってるんで、今度はこの長形の時に合わせて、ちょっと特殊な切り方をしてあげるしかないっていうのが、執刀する医師の結論です。はい。で、これが、この人はもともと50ミリなんですけど、30ミリ、同じぐらいですかね。ずっとこんな感じになります。これ上、傷は何でも分かります？あ、なんか縫ってますね。そうです、そうです。ここが切開したあたりですね。まあ、竿と同じぐらいの幅なんで、まあ、2センチなんか3センチぐらいですかね。っていうのが切開調形。この人は切開調形をやったって人ですか？あ、そうです。はい。
この人をこの選択一択しかできなかったってことですか。じゃあこの方はいろいろできましたけども望んでこれをやられた。あ、そうですね。まあ、ご記事伸ばしてっていうかリクエストが多いんで、ご記事伸ばすためにもこの切開する必要がある。あ、ご記事を今よりも長くするためにはこの切開一択ですか。切開するしかない。あ、そうですね、はい。あとはもう切開もするかな。今物理的に人体が切れてますから、もう体型の変化がなければかなり受け的に効果があるとして、まあ、一生伸びたと。あとは人体ってやっぱり体の中にも痛みを感じやすい場所です。で、まあ、さっきのこの切らない調整術、まあ、CT に関してはもうでも浅いところしか書けないので、まあ、本当にほぼ痛みもない。で、切らない調整術というのは深いところをしっかりかけて人体を引っ張って固定してますので結構痛みが強い傾向になります。で、切開調整もやっぱりこう切っちゃうのである程度痛みが出るんですけれども、まあ、基本的にこの切らない調整よりも早めに痛みが治まるケースの人が多いです。ただまあ最初の1週間ぐらいは痛みます。期間ってこれですか。そうですね、1週間、3週間、はい。まあ、個人差あるんで、そもそも痛みってやっぱり感覚ですから、まあ、個人差ありますから、また強く出る傾向にあります。実際の後継で変わった時ってどうでしたか。痛かったと思いますよ。まあ、そうでしょうね、はい。もう歩き方がまた閉じられないわけかもしれない。しばらくじゃあ、交代巻いて、痛みのようで過ごしてらっしゃったんですかね。多分そんな感じだった、ね。まあ、そうですよね。逆に今、人体切っても、まあ、お仕事できなくなるぐらい、痛かったっていう人は、私今まで使ったことないんですけど。あ、そうなんですか。うん、何日後から死ぬこと始めてるんですか。普通の次の日から見たりしてます。あ、そうなんですね。はい。ただやっぱりこう、シャフト部を、まあ、私結構いろんな職業から担当してるんですけど、自衛隊、陸上自衛隊の人と消防士の人、はい、で陸上自衛隊の人には2週間ぐらいシャフト練習しないでくれっていうのを言いましたし、消防士の方は、はい、なんか鉄の帽子を取りてくれて、なんとなくイメージできます、はい、ああいうのをなるべく幹部に当てないようにしていただきました。はい。あとバイクからバイク乗れる方、あ、乗ります。バイク乗れる方は結構振動が直でこの幹部に来るんで、はい、乗るなとは言わないんですけど、乗るんだったらなんかバスタオルとかクッション代わりにして、まあ、振動から直接こう当たらないようにしてくれたっていうのはお伝えしてます、ね。うん、人体ってそもそも自然にそうなってるじゃないですか。それに人の手をそういう作りになってるじゃないですか。人の手によって不自然な影響を加えるってことは何かしらの不都合って発生しないんですか。何かしらの不都合っていうのは本来あるべき形を変えるってことは、人体っていうのを切ってなくすってことは何か生活の機能上何か変な不都合が違う不都合が発生してるんですか。まあ、もちろんそれどんな手術になるけど可能性ゼロじゃないですね。人体に限らず包茎治療もそうですし、まあ、外科的な手術というのはそうじゃないので本来発生しないことが発生したり本来できることができなくなったりそういうことってなんか発生したりしますか。可能性はゼロじゃないです。例えばどんなことが発生ですか。今のところ遠いんで、この調停の手術を受けた方で何かその障害が発生したってことはないです。あ、そうですか。皆さんよく心配されるのが勃起の角度が下がるんじゃないかっていうのを心配されるんですけど、勃起の角度自体で言うと基本的には変わらないですね。というのもそもそも勃起した時ってこの海綿体の中に血液がここに転がって血流が良くなって血管が膨れて勃起していきます。その時に人体が引っ張ってるから角度が違うわけないんですよ。あ、違うんですか。人体の支えてるだけ。角度を作る理由って何ですか。角度を作る理由はもう
血流がどれだけ入ってたか。あ、そうなんですか。あとはその陰茎自体の細胞が活性かどうか。人体によって角度がついてるわけではないので、基本的にはそういった影響はない。自分の場合は 5cc まで入れるのが適正ってことなんですね。気筒増大は。気筒増大、そうですね、うん、はい、この切開調形術と気筒増大 5cc を見た場合ってそれぞれ気の吹き替えなんですか。まあ、そこですよね、はい、やっぱり、はい、で、まあ、結核なんですけどね、うん、でも他のクリニックさんとかでこの切開調形っていうのを、はい、やってるクリニックさんってそこまでないんですよ。要は勃起時も伸ばせますよって歌ってる調形術やってるとかってことはないですよね。あ、そうなんですか。そこまでないです。全部調べていただいて大丈夫なんで、はい、で、そういう場合ですと、この、まあ、鳴海式っていう院長の名前なんですけど、はい、まあ、名前付いてで、これで72万で、消費税、あとはお薬代、アフターフォロー、全部込みで、で、この金額。で、人を同罪の方は、まあ、ハンドフィラーとこの経営分担になりまして、で、あのサービスについてなど 0.5cc でこちら、つまきやるとか、まあ、硬さはおっぱいぐらい、硬くはない。で、持続期間が全体発行し。で、こちらハンドフィラーというのは、当院が独自で開発した、人を専門のフィラーです。でこれがずっと残っていずれは細胞が広がってってやつですか。ヒアルさんは吸収されますよ。細胞が広がってその広がった分のところまで広がっていって組織ができてってやつはこれですか。こっちがですね、その言ってることはちょっと若干違うんですけど、これヒアルさん入れても 5cc までいいとこんな感じになります。で、今この膨らんでるところ全部ヒアルさんが入ってるんですけれども、うん、で、この部屋のそばに抜けていきます。ただ、期間としては、まあ、2年から3年。一般的な部屋のそば約半年なのに比べて、まあ、さらに長期間残ります。で、部屋のそばに抜けていくタイミングで、自分の作った細胞がそこに入って置き換わっていきます。ただ、入れた分全部置き換わるわけじゃないです。入れた分のまあ何十パーセントかですね。で、それに対して個人差がありますので、どこまで置き換わりますよ、どこまで残りますよというのは一概に言えません。ただ、一部が自分の細胞に伝わっていく。で、自分の細胞は周りの組織とくっついて、自分の体の一部となっていく。はい。ヒアルロン酸は抜けます。はい。でも、自分の細胞に変わって、置き換わって、自分の細胞に残ります。で、結果、気筒増大のままで済むってことですか。そうですね。まあ、入れた分全部ではないっていうのをお伝えしましたけど、はい、まあ、例えば半分ぐらい残りたら 3cc とかになる。2cc とかになる。まあ、ただ、基本的に全部吸収されるのは、ほとんどになるんですね。で、あとは、まあ、気筒専門なんで、まあ、硬さがしっかりしますね。はい。で、これはどのくらいかっていうと、まあ、硬さもやっぱりあくまで感覚なんで、はい、大体私指先ぐらい表現してるんですけど、結構硬い感じ。硬さが出ますから、まあ、大きさプラス硬さで、まあ、女性に与える刺激っていうのが出ます。で、ちなみにいいんですけど、まあ、これ料金は、通常のヒアルロン酸が15万7500円、はい、コロナの17万2500円、はい、これも税込みですね。で、ちなみにこの先ほどの、切開調形、切開調形ですね、これ予約が、まあ、殺到しているので、はい、まあ、非常に皆さんお待たせしています。ちょっと心苦しいんですけれども、まあ、ドクターのカット、はい、オペので、結果が決まっている以上、はい、まあ、お持ちいただくしかないですよ、はい、で、他のクリニックさんでも保険治療を終わられてるんで、はい、それに影響ないように
切開除去しなければいけないので、はい、あのさらに今難易度としては上がっていきます、はい、ですからまあできるのが、もう普通3人空いたタイミングでオペを受けていただくっていう意味です、はい、ですからまああのオペの一定に関しては、まあ、ちょっと機能が弱っていただければ、はい、というところではあります。ヒアルロン酸で 5cc っていくらでした？ 5cc で高いと86万円ですね、まあ、ヒアルロン酸って結構あの他のクリニックさんでも、まあ、相場が決まってて、だいたい 1cc いい方入れると、まあ、20万から25万ぐらいですね。当院の場合、まあ、1cc 20万切って他のクリニックさんに 20% ぐらいは安くこれ分割バレって何回までしてるの？医療ローンの場合ですと84回です、ね、え、何の方ですか？医療ローン。あ、医療ローン、はい、医療ローンってのがあるんですか？医療ローンってのがありますね。でその銀行であるの？いや、審判会社が返して医療ローンを組んで、あとは引き落としは審判会社から、はい、銀行引き落としになります。80何回でした？最高で84回。あ、そうなんですか。84回。84回。あ、7年か。だから、70、あ、そうですね。7年か。実際、今、全部お話ししていただいたんですけど、はい。まあ、調整と調整で。どっちが大手になります？調整です。調整ですか。わかりました。了解。ですね、今、この、並み式の切開調形術、これも非常にお任せしています。我々にも心苦しいんですけど、さっき申し上げたように、できるからね、こんなに行ったら変えるようなもんじゃないので、もう限られて出てきてます。ただもうお待たせしているのも心苦しいんで、このお申し込みいただいた方、この切開調形をお申し込みいただいた方には、この高濃度のアンドフィラーです、ね、これ 3cc。517,500円、これうちから気持ちで無料でつけてます、はい、これ3cc分517,500円サービスにします。はい、ただホテルに行ってやっていた通り、はい、もう今のところ普通のやつでもオーケーと一緒にやるとか調整だけやりたいっていう人でも了解できておりますので、まあ、それぐらい待ちますけど。じゃあこの 3cc をサービスするって場合は、5cc に希望したい場合は、あ、まあ、2cc分だけ追加で入れてもらってこの86万2000万円から51万7500円引くって感じですか？そうです。だから 2cc 分の34万5000円を、まあ、追加で入れてもらえれば、ああ、そういうことですか。 5cc になりますって感じです。あ、そうなんですね、はい、いかがですか？なるほど、ちょっと思ったのと結果は全然違ったんで、まあそれはそうですよね、はい、まあ皆さんも大体クーポンの4800円のつもりで来られて、はい、で4800円でやっていく方もいっぱいいらっしゃるんですよ、はい、実際の CT っていうその長径のお試しの先のやつ、はい、4800円のやつっていうのが受けられるの2ヶ月ぐらいになってるんですね、こっち。あと僕の場合はキリは一択なんですよね。そうなんです。そこはさっきのか他の方とで事情が違うんですよ。それは包茎手術してたからですか？そうです。あ、そうなんですね、うん、あ、でも勃起時に伸びるのはその切る長径術一択なんですよね、また。そうですね。この CT と切らない長径術っていうのは勃起時と平常時が長さが変わらないってやつなんですよ。あ、平常時は伸びます。ただ勃起時は伸びます。あ、はい、はい、で勃起時も伸びるやつは切る長径一択ってことですか？だけです。そうです。はい、ありがとうございました。そのようなことこそ出ますよ、お待たせしちゃって。うん、やっぱりでもこのぐらいの価格になってくると、一括で支払いますって言って、いないと思う。私年間1500人ぐらいと話しますけど、一人。あ、そうですね。いるんですよ。あ、そうなんですか。一括で言うって人。でも、大体ほとんどの人が分割でスタートしますね。はい、あとはもう、金額がね、どこまで頑張れるかってだと思いますので、はい、おいくらぐらいだったら頑張れそうです。
でもやってみましょうか、この 5cc とあの切開調整で、うん、これで完璧ですよね。皮の長さきれいに切れてますから、うん、伸ばしてでっかくしてあげたら、ね、大体112万ぐらいですかね、これの計算でいくと。そうですね。はい、あれすれば脱毛されてるんですか？あ、そうです。あ、ご自身で。はい。検査で友人のところなんですよ。はい、よく AV 代理とか撮影前に性病の検査に来て、はい、その後うちに乗って来てくれること多いんですけど、あの、でこれ伸ばしてきてるから、はい、AV 男優さんぐらいになりますね。あ、そうです。で、初回が25,260円で、2回目が19,900円で、毎月27日欲しい。初回が8月、まあ、ただこれ8月に調査始まるんですけど、それまでに受けれない可能性というのは高いです、まあ、それご了承いただいて。で、回数84,700円、金額的にはいかがですか？毎月2万ぐらい。これ7年ですよね。7年ですね、うん。ちょっと考えないですね。うん、わかりました。考えないですね。ぜひ、お金が来たら、来てみてください。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あとは、ですね、大丈夫ですか？いや、特に大丈夫です。わかりました。はい、すみません、今日はちょっとね、お忘れ物でございます。お忘れ物大丈夫ですかね、ご確認いただいて。え、何ですか、お忘れ物？あ、大丈夫です。はい、お借りください。ありがとうございます。